どうも、うずです、今日の月曜動画、前回は4本動画をアップしてます、1個目、こちらですね、パニーニフットボールリーグ、カードゲームなんですけど、こちらのカードを買うとこういう風にステータスとかがね、いろいろ載ってるんですけど、このカードを iPhone とかパソコンで直接シリアルコード入れて読み込んであげると、ゲーム内にカードの選手の能力が反映されて、フォーメーション組んでリーグ戦とかを戦えるっていうゲームです。ちょっとワールドカップでね、今盛り上がってますから、ちょっとうずさんも乗っかってみて、ゲームの方で遊んでるって状態ですね。で、約1週間やった感想としてはめちゃくちゃ面白いです。カードの方も結構1週間で溜まってしまったんですけど、結構溜めました。トータルで今70選手ぐらいかな、このペースでいったらえらいことになるんで、ちょっとここで一旦止めます。今持ち手の手駒でね、遊んでみようっていう状態です、とりあえずパニーニのこのサッカーゲームが非常に熱いなっていうのを1週間で感じました。これすごい楽しい。うずさん妖怪メタルはね、お子様用にこう買ってあげたりすることあるんですけど、個人的にはこのサッカーのトレーディングカードゲームがすごい今旬です。でもこれの開封動画やってもね、需要がなさそうなんで、それはやんないです。で、先週の2本目、スチームとパズドラのゴッドフェスに関してってお話をしたんですけど、それは動画を見ていただければ分かるかなっていう感じです。で、3本目、うずさんが使っている IO データの地デジチューナーのお話をしました。やっぱり商品の紹介なので、この動画を見ていただいている方が非常に多いんですけれども、本当にこのパソコンでね、よく地上波デジタル放送を見ようと思った時によく使ってます。で、昨日夜もちょっと夜ね、夜中まで見ちゃったんですけど、ワールドカップのオランダとメキシコ戦をここのモニターで視聴してました。こうコーラ飲みながらね、もうすごい試合だったんですけど、サッカーの話はね、ここはいいや。とりあえずすごい便利です、地デジチューナー。で、もう一個はちょっと緊急で上げた動画だったんですけど、このキュービさんですね、妖怪ウォッチのキュービを買ったので、プラモデルでね、作ったっていう動画だったんですけど、途中でリアさんが寝てしまうというアクシデントがありました。あいつ寝やがったという、4本の動画をアップさせていただきました。ちょっと気になる動画があったら、ぜひ、リンクから飛んで見ていただけると嬉しいかなと思います。下の方にもね、リンクを貼ってありますので、毎回月曜動画を、で、今日の月曜動画のフリートーク、ちょっとね、原点に帰ってちょっとカメラのお話をしようと思うんですけど、うずさんが結構長く使ってる EOS20D っていう機種です。もうね、10年ぐらい経つのかな、この機種自体が。で、実際これはね、もうほとんど最近使ってないんですけど、これがね、10年ほど前かな、買った箱なんですけど、結構大きいですよね。で、 EOS20 で使う前は、うずさんはキャノンのね、デジタル一眼の低コストパフォーマンスの先駆け、 EOS キスデジタルっていうのを利用してたんですよ。で、それを自分でね、こうカメラ屋さんで買って、それを使いながら、やっぱりね、それ使い出して1年ぐらいかな、したらもうね、ちょっとグレードの高いね、カメラが欲しくて、この EOS20 で買っちゃったんですよね、勢いで。ボディだけね、レンズ持ってたから。当時はもうこのカメラのね、かっこいいよね、これね、かっこいいでしょ。かっこいいんですよ、今でも。もうね、カメラ、このね、がっちりしたこのね、ボディとね、なんだろう、しっかりした作りというかね、もうこれがね、かっこよくてね、すごい。すごいね、お気に入りだったんですよ。今でも気に入りですけどね。で、このカメラ持ってはその鎌倉の方行ってね、ちょっと海辺のとこでこう江ノ島を手前に置きながら後ろの富士を撮るとか、そういうのをね、わざわざ出かけて行ったり、独り身でしたからね、彼女もいませんでしたし、妻とも出会ってませんでしたし、一人で本当好きなとこね、ブラブラ急に日光行ってね、滝取ってこようとかね、プラ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 このカメラを持って行ったわけですよ。いい思い出ですよ。それでね、何が今回言いたいかというと、今うずさんはよく娘を撮るのにミラーレスカメラ、今撮影してるこの NEX5R を使っております。で、最近もうね、大きいこういうカメラは、こっち EOS40 でね、こういう大きいカメラは今結構ね、休ませてしまってます。運動会とかなんかの発表会の時以外は。で、こちらの NEX5R をメインで使ってるんですけど、少しね、寂しさを感じるんですよ。散々ミラーレスカメラの案内とかしたり、おすすめだよって言ってるくせに、ちょっと寂しさも感じるんですよ。確かに携帯性に優れていて小型で使いやすいんですけど、どうしてもね、なんかカメラを撮るってなると、なんかね、こういうがっちりしたやつで撮りたいなっていう気持ちがやっぱりあるんですよね。
ということで、今回ちょっと言いたかったのはただまあこれだけなんですけど、まあ、カメラとしてはやっぱりうずさんはこういう一眼レフカメラが好きだなって、やっぱり好きだなっていう、ちょっとそれだけ言いたかっただけです。なんなこと言ってんのにね、使うメインカメラはね NEX5R なんですけどね。だってこれをさ、こう肩に下げながら都内とか歩いてたりするとすごい疲れるし、レンズがぶつかんないかどうか気使うじゃないですか。やっぱりミラーレスカメラなんだね、普段使いにはね。という今回は、まあうずさんはこの EOS20D、EOS40D にすごい愛着があるので、このカメラたちはカメラたちで大事に使っていこうと思っております。今のところで全く使えなくなるようなトラブルはありませんから、問題なく使えております。キャノンさんありがとうございます。今ソニー使ってるけどね。最低だ。ということで本日の月曜動画はこんな感じになりました。ではまた来週の月曜動画で、バイバイ。